どうもー今日は水曜日なんで、えー、チートデーということでね、えー、お酒を飲ませていただきますということで、えー、もう作っております。ハイボール、ティーチャーズのハイボール、もういつも通りですね。えー、まあまあ、売り上げがぐっと上がれば、あのーえーね、ラフロイグ、ラフロイグを買おうとは思ってるんですけども、とりあえずこのチーティーチャーズの、えー、お酒でこう飲んでいこうと。えー、4倍ぐらい違うんでね。 うん、ティーチャーズはティーチャーズで美味しいということですねえっ、ー、とあ日本酒忘れましたちょっと取りに行ってきますすいません今日本酒を取りに行ってきました今日はこれですねこれを開けるということですねえー、ええええ 滋賀県甲賀市南口町のえみしき酒造株式会社のお酒ですねえみしきレトロラベルというのをこう飲んでみたいと思いますこれですねちょっと楽しみですねどんな味なんでしょうかというところでうんこれですちょっとねいい感じのお酒っていうのはねこう開けるところはこうなってますねよいしょ こうねこれねこれになってるんですこのなんかキャップみたいなんでキャップこれもキャップですけどこう,こういうキャップですねこういうのではめるキャップになってるんですこれそこそこやっぱいいお酒かなというところで初ですね初めて飲みますどういう味でしょうかよいしょさあいただきましょう お,おいしいこれはこれでうんおいしい先週は和弘か和弘ので和弘もうまいんですこれはね、えー、和弘ほどその生酒の感じがないんですけどもすっきりした味で甘口やけど結構すっきりした味かなと思いますああこれおいしいですねこれはうまいでこのね えー、これはまた小川酒店で、えー、のあのまさに聞いたんですけどもここの人がですねこれを作ったのがですねこれですねえみしきレトロラベルこれ作ったのがですね、あのー、お婿さんらしいんですね、えー、お婿さんっていうかその、えー、先代の娘さんと結婚した人がここへ入ってそれでこうお酒を作るようにならはってこういろんなね え見せていただいたただんですけどラベルがこう色々あってですねこれやとねこれは昔からのこのえみ式レトロラベルっていうこういう形のラベルらしいんですけどその人が作ったこうラベルのがいろんな種類があって面白いのがあったんですよねほいでねその中で一番高いお酒が結構そこそこする400で 400ml で3000円ぐらいやったかな,なんか結構するなっていうのがあってそれが一番高級なえお酒になるんですねその酒造さんのね エミ式酒,造酒造やったかなエミ式えみしきえみしき酒造ですね。での、えー、蔵でのこう一番高いのもあります。またそういうのもね、えー、お金に余裕があればちょっと買,買いたいなと思ってますけども、非常にね、だから僕、小川酒店さんはすごく面白いですね。他の酒屋さんもいろいろ面白いんですけども、えー、僕はこう、いろいろね、こうお話ししてくれはんのと、こう、うん。 なんかこう話聞いてて面白いんでちょっと行きたいただねちょっとねあの家からちょっと離れてるまあそんな無茶苦茶離れてるわけではないですけども言ってもどうでしょうかねえ浜内というとこなんでねう,んうちがセ田なんで石山ゼゼ 大津大かちょっと行ったとこが浜大津なんですけども結構こう駅でいうとまあまあそこそこ離れてる場所にあってですね、えー、何かねそっち側の方面に行ったらそれを買おうとは思うんですけども、えー、まあでもね、えー、日本酒を買う時はまたちょっと行ってみたらいろいろこう和弘なんかはほんま僕は感動しましたしこれはこれでえみ式レトロラベルはレトロラベルでこれは美味しいですね。うん 今日はうこんとウコンを飲んでますウコンがね、えー、本当に効くのかどうかっていうのは分からなかったんですけども、えー、2週間前ぐらいにね、あのー、ウコンを飲んでお酒を飲んでだ次の日がねちょっと楽やったがあったんですね。で えー、そのだから2週前3週前がちょっとしんどかったんかなほんで2週前やと楽になってで先週は飲まなかったらちょっとやっぱりちょっとねこう忘れっぽいというかねうんそういうのがあってえー、まあお酒っていうのはこうどうしてもこう忘れっぽくな,なるんですよね飲んでる時のことこんなこう今話してることでもほとんどこう忘れてしまうんですけども。 えー、それがこうひどい状態に僕の場合になるかなと思うんで、えー、まあ一応ウコンぐらいはこうのんどこうかなと気休めやったとしてもね、えー、ウコンぐらいは飲んどこうかなというふうに僕の中ではちょっと考えていますちょっとだからウコンを見直したというか前まであんま変わらへんのかなと思ってたんですけど気持ちの問題かなと思ったりもしてたんですけどもそうでもないのかなと意外と、えー、肝臓にしっかりこう。 ててるんかなとと思っったりちょっとしてます自分の実感中でね最近それを感じるようになった前はあんま分かんなかったんですけどだん,だん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 こう酒がね弱くなってるんですねその週2回しか飲まない状態しかっていうか週2回飲む形をずーっと去年の1月後半から続けてきてですねまあ6月なんでだいたい1年半近く続けてくるとお酒はもうだいぶ弱くなっててですねその よくお酒を飲んでた時は強かったんでだんだん弱くなってるんでそのうこ、えー、の効きがねこう変わってきたんかなと思ったりしてますだから肝臓はこう正常な状態にだいぶ戻ってると思うんですね、うん、でお酒の弱さはねもうちょっと本当に最近本当に弱いですねで僕は水曜日と木曜日飲むんですけども木曜日がえー、休日なんで その外へねこういろいろ動くんですけどもその時にこう危なかったんが先週なんか高速道路乗ってたらですねなんかぼっとしててですねこうまあ家族とか乗ってて話してたらそっちの話に夢中になって自分が高速道路で車運転してるという意識がもう飛んでしまってですねその話の内容をこうえイメージして喋ってることに集中してしまっててあっと あかんと思って気づいたらこうまあまあ車間距離はちゃんととってますよその無意識にとってるんですけども記憶的にあれ今ぼーっとしとったなと思ってこれは危ないと思ってでその2週間前はウコン飲んだ時はそれがなかって先週ウコン飲まへんかったらそれがあったんでたまたまかもしれないですけどもちょっとそれは気つけなあかんなということで特に高速道路なんかは本当にこう運転しやすい道なんでこう。 楽に運転できる分こう集中力がこう集中力がなくなるんじゃないんですけどこう集中しすぎというかこうそれがもう当たり前にずっとこう車が進んでるんでですねその違うことをこう集中してしまうことがあるその会話に集中して,まし,てしまったっていうのがあってえ怖いなっていうふうに思ったちゃんと運転してるんだと高速道路で運転してるんだっていうのを頭の片隅にこう置いとかないとですねえらいことになるんでですね、う。ん あの先週はほんまそういうのがあったんで、えー、気づつけなあかんなぁとそれとその今日もね今週もね結構こう火曜日とか月曜日とか考えてお酒ほんまに俺飲みたいと思ってるかなぁとかねそういうことをこう思ってて結局今水曜日になったら飲んでしまっていはいるんですけども星さ、うんこれを飲むなと言われてなんかこう制限がかかってですねあっ 戻りましたかね、えー、と制限がかかってあまりこう、えー、飲めないと飲んだらあかんってなった時は別に普通に飲まないでいられるようなこう状態というかやっぱ1年半ぐらいその週2日を続けていくことによってですねだん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 飲まんでもこう平気なこう体にこうなってきてますね、うん、でやっぱり飲まない方がその飲まないで寝た方が次の日の活動のこうパフォーマンスはやっぱ上がるんで えー、その辺がやっぱりこううんどうだろうなと、うん、今週2回飲んでんのはどうしていこうかなというのをちょっとこう考えたりこうしてますこう考えながら結局水曜日になったら飲んじゃうんですけどね飲んじゃうんですけど別にどうかなと思ったらっと言いつつ飲みますけどねだその辺がねうん まあちょっとねこうやりたいこともあるんでこうやっていきたいこう進んでいく上でですねまああのいろいろこう超えていったりこうやっていってこう本当にこう突破していくことが必要になってくるんでですね、うん、そのお酒でこうそれがマイナスに動くようなことがあったらあかんと思うんで。 もちろんね誰かとこう酒を飲むとかね、えー、そういうことであればこう喜んで飲むんですけども一人でこう家で飲む時にまあ確かに自分のこう一週間のご褒美としてねこう一週間こう頑張ってやってきたということでその飲むのであればまあいいいいとはしてるんですけどもこの辺どうしていくかっていうのが今自分の中でちょっとこう考えているところと。うん そんなに前,前はね去年ぐらいまでは水曜日にったらやった飲めるお酒や言ってガーッと浴びるように飲んでて今もまあ浴びるように飲んでるんですけども水曜日と木曜日はでもなんか弱くなってるし浴びるように飲んでるって昔10杯やったんかもう5杯ぐらいになったりとかして変わってきてるんですよねやっぱりこうだんだん少ない量になってきてますしまあ、えー、酒代お酒のお金はだいぶ減ってきてますしうん。で シラフというかその意識がしっかりした状態でこう誰かと会って話してる方がこううん,なんていうんですか建設的というかねそういう感じがしますしうんもちろんねお酒を飲んでこう楽しむはいいんですけども例えば僕がこうもうちょっとスタッフ今はもう今その今の時点でそんなん言ってることがちょっとおかしいかもしれないんですけども。 まあスタッフをこう雇ってこうなんかやっていった時にこうスタッフ頑張ってないことでスタッフのご褒美のために飲みに行ってっていうお酒とかやったらまあいいかなとは僕の中で思うんですけども、うん、その辺がどうかなというところですね。うん、そんなにこう 絶対お酒を返してのあの会わなあかんかなっていうところもありますし、まあ、今ねコロナ禍でなかなかその居酒屋飲みに行ったりこうできないですけども僕も後輩がやってるお店とかねちょっとたまに顔出したりして顔見てちょっとはな軽く話したりとかしたいんですけども、えー、なかなかねこうコロナ禍でできひんのもありますし時間的にねこうそっち側移動して。 えー、それだけの時間を使うっていうのがなかなか難しい状態に今なってるかなというところですね。うん、まあ去年ぐらいやとまだちょっと動き動ける感じやったんですけど今はねもうほんまに、えー、ギリ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 というかまあこうやって今こうお酒飲んでますけどもこういう時間だけでもあとはこう、うん、もっともっとこうやらなあかんこと。 やっていくっていう形になっちゃってますね。うん、ある意味充実はしてるんですけども、うん、まあもうちょっとこうある程度孤独な作業はずっとこう続けていかなあかんだろうなと思ってます、うん。で、ある程度成果が出てきてこう周り出してくるとですね、えー、自分がこう。 ちょっと引っ張ってきたい人間もいますんでそいつをちょっと横につけてですつけてっていうかまあ納得してもらってで納得してもらったらちょっと横についてもらってほんで手伝ってもらいながらこうやっていく形をとっていってそこからこう発展させていくっていうのをこう考えてるんで、えー、そこまではまあ自分一人でこう孤独な作業をこう続けていくということになってくるでしょう。うん でその孤独な作業からそっちへ発展していてそってそこからどこまでこう自分のやりたいことがどこまでいけるかなっていうところはありますけどもえー、どうでしょうかね自分で考えてることはありますけどもそのちょっとねぼやけてるんでちょっとねいろいろこうやっていこうと思ってることがありますほんでえー、昔こうジェームス・スキナーさんのね えー成功の9ステップとかねそういうのも行ったりしたんですけどもそこでこういうのがあるんですねこういうこういうのをしっかりとねちょっとやっていこうとこうねこういうのねこれを1週間ごとにしっかりこうやっていこうというふうにちょっと考えてますそれでもっともっとこう濃くしていこうとえこうぼやけてるこう大まかなことである程度その進む道はねこう 決めてるんですけどもえそうでなくってもっともっとこう鮮明にしていってですねそれに対してこう歩みを進めていくというかえそういうことをこうしていくとでしていくべきやと思ういくべきっていうかもうしていかんとねこうそんなに時間に余裕がないからですねえ焦ってやるつもりはないですけどもそのじっくりこうえ腰を据えてやるんですけどもそれでもこうちょっといろいろとね こう自分の中でこうまとめながらねこう進んでいこうとでこれが結局こう,うーんそこがこう自分のやるべきやりたいと思ってるこうあるべきえありたいと思ってる方向へ向かっていってやっていってやっていってそれがこう全てこうそらそらそうなるだろうという状態まで持っていったらですねそれはこう急激にね そっちの方向へ向かっていくというふうにこう思いますんでそこまでまずまずはねその孤独な作業になっていきますけどもえ個人でこう頑張ってやっていくでまあ家族まあ親とかね親っていうか両親にはこう僕のサポートというかこう協力していただいてれでもちろん休みの日はねえ家族の。 自分のためにでもあり家族のためにこう時間を使っていくという形をとっていってそれで仕事の時はお客さんのたまに時間を使っていってそのお客さんのためになることにこう自分の時間を割いていってですねだからお,かきお客様の施術の時だけお客さんのためにやるっていうのではなくてですねそれ以外の時間も、ね、しっかりと使ってこうやっていくっていうのがね えーまあ、道筋というかそういうもんだと思うんでそこをコツ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 ずっと積み重ねていった時に、えー、どういう,こう成果になっていくかっていうところですね、うん、ある程度今ちょっとこうだん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 こう成果は出てきてはいるんですけどもそのどういう状態にだん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 この今今日が6月30日2021年半年経ちましたけども。 これがねこう2021年の12月31日というか2022年の前になるとどういう状態になってるこれを続けていった時にねどういう状態になってるかっていうのははっきりとは分かりませんけどもある程度のこう状態にはこうなってるだろうというところでこうどこでこう急激にこう,こうあろうとする姿にこう進んでいけてるかっていうのがね え僕は楽しみというかこうどうだろううなとどういう状態になっていろうとこうまたこう変えていっていろいろ試行錯誤しながらやっていくんではあるんですけどもねうんまあなかなか面白いもんではありますけどね。 それと今日お客さんとお話しさせていただいてその方がこうものすごいこう詳しいいろんなことに詳しい、えー、僕よりだから10歳ぐらい下やと思うんですけど10歳以上下かなやと思うんですけどもそのものすごい詳しいで、まあ、人生楽しんではるなっていうのがすごくね、えー、感じ取ることができてすごくこう。 えー、お話しさせていただいて面白いですねその本とかねそういうことの話でもそうもうあこれもほんで漫画でもそうなんですけどそのこの子こ,これも知ってんのこれも知ってんのっていう感じほんで例えば僕やったら相撲結構最近やと結構好きでこう相撲の話相撲も知ってるでサッカーは知ってはるしで えー、そうやっていろいろ興味持ってやったはにやったら僕もサッカーちょっと見てみたりもしたいと思いますしほんでバスケですね、えー、NBA とかその辺もも,うものすごい詳しいしでメジャーリーグ今大谷選手がね、えー、すごい状態になってますけどもそういう話とかね、えー、そういうこともすごいしその自分でやるあることがですねその例えばこう山登りであったりその将棋であったりいろんなことをね やっておられてこうあんだけオールマイティーにいろんなでいろいろできたほらおもろいだろうと <laughs> おもろいでしょうという感じではありますねただ時間がないですよね時間がないというかまあもうそういうのでもう全部が埋まっちゃいますよねでその人がサウナも好きでですねでうん 面白いですよねその聞いて全然ねちょっとこう面白いところがあるらしいんでちょっと行ってみたいなと思ってますけども今ちょっとねコロナ禍でまあまあサウナ別に大丈夫やと思うんですけどもえー、一旦ちょっとこう今は抑えてと自分は我慢してもうちょっとこう収まってきた時にこういろいろもっと動き出したろうという気持ちがありますね。うん、で うん、サウナもいろいろ今こうちょっといろいろ整うとかなんかいろいろ言っててねこう流行ってますけども、うん、面白いでしょ、ね、うね、ん、やっぱねお金と時間ですねお金と時間、うん、人間関係もそうですけどこの辺が必要になってきますね、うん 人間関係はね、あのー、今は僕の中ではそ,のそこまで積極的にこう交流をしようという形はないですねもうちょっとこう自分一人になってこう孤独な作業をいろいろ突き詰めてやっていく時間だとそういう時期だと思ってるんで、えー、それでいいと思ってますだからこう誰かと会ってこうちょっとこうほっこりするような をこれもやりたいこれもやりたいっていうのが出てきてるんでそれをこうどんどんやっていくという形でえその中でもこう無理してこう拒否することはないですけどもその空手の先輩とかねえそういう人とはこう交流はこうしてますしえそれは面白いことではあるんですけどもえまあ空手の僕の尊敬するその今ね言ってる道場のねえ師範代の先輩え先生ももちろんあの お話しててこう面白いんですけどもその先輩なんかとこう話してたほんまなかなかこう深いんでねこう話し込んでしまうししたしまいたくなるんですけども、えー、まあなかなかね一回前時間を使っとってちょっと一回しゃ,しゃべったかまあまあちょっとこういろいろお話しさせていただいたんですけどもう一回ねまたこうちょっとお話ししたいなと。 えー、お酒飲んで、こう差し飲みでお酒飲んでもですね、えー、4時間があっという間という形ですね、もう4時間、5時間、ほんで、僕は次の日が休みの日、だから水曜日の晩にこう、えー、会わせていただくんですけれどもその、先輩はね、えー、次の日仕事なんで、えー、帰らなあかんということで、まあ、12時ぐらいになったらもう帰られると。 いうことですね7時すぎぐらい来られて、まあ、12時前ぐらいに帰られる、まあ、5時間弱という感じでこう話しさせていただくこれもねなかなか面白いですね、うん、でそうですねじっくりこう話したもう僕の興味のあるような話でこう上僕の上完全に行ってはるんで、えー、僕はこう そうですかそうですかっていうような感じのねえー、ことになるだけなんでね、うん、非常に面白いですねああ、うん、でも酒弱なりましたもう今もかなりぼーっとしてますしうん、から何言ってるんかわからんぐらいこうむちゃくちゃ話飛んで昔ねなんかこうお酒飲んでてね 僕は話ボン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 飛ぶあっちこっちこう散らかった会話するからこう嫌がられたこともあったんですけども、うん、そこはもっとまたその後はかなり仲良くなりましたけども、えー、そういうこともあったなというところで、えー、この後は何にどうしようかななんかこうドラマかなんか見ようかなというふうに思います。 ということで、この辺で終わらせていただきます。で今週のぼやきでした。ありがとうございます。